昨日午後7時半ごろ、聖光学院ナインは保護者や生徒、それに地元の人などおよそ300人が拍手で出迎える中、伊達市の学校に帰ってきました。聖光学院は東北勢初の甲子園優勝を果たした宮城の仙台育英に準決勝で敗れましたが、強豪校を次々と破り、初めてベスト4に進出しました。起工式で斉藤智也監督は、歴史を大きく塗り替えてくれたと選手を称え、赤堀隼人氏と主将が大会を振り返りました。この戦いを通して学んだこと、そして多く感じられたことは、必ずこれからの聖光学院に大きく生かされると思っています。こうした中、日本高校野球連盟は来月9日にアメリカで開幕する18歳以下のワールドカップの日本代表選手20人を発表。聖光学院からはキャプテンの赤堀選手と3番センターとして活躍した安田選手が選ばれました。日本代表の監督の馬淵監督さんも、固い守備であったり粘り強く小技を駆使しながらというふうにおっしゃっている以上、自分たちの学校のプレースタイルも、そういうものに少し似ているかなと思うので、日本代表のユニフォームを着てもまた泥臭くドロドロになって野球やりたいと思います。国の代表として日の丸を背負わせていただけるっていうのは自分にとってもすごい光栄なことですし、スタメンに出るとか出ないとかまだ分からないですけど、どういう立場でもその日の丸を背負って戦うっていう自覚を持ってやっていきたいと思います。